ブレイブストーリーは、宮部みゆきによる日本のファンタジー冒険小説。角川書店より2003年3月に上下巻が同時発売された。その後も愛蔵版、文庫版が刊行されており、2021年6月には、新装版刊行と初の電子書籍配信が予定されている。2021年5月時点で、累計発行部数は280万部を突破している。 週刊コミックバンチにて、小野陽一郎によるコミカライズ・ブレイブストーリー新設が2003年36.37合併号から2008年15号まで連載された。小学5年生にて、姫川明によるコミカライズ・ブレイブストーリーが2006年4月号から8月号まで連載された。5号バンチにて、小野陽一郎によるコミカライズ ブレイブストーリー新設10回の旅ビートがボリューム01からボリューム14まで連載された。2006年7月8日に原作小説を原案とした長編アニメ映画、ブレイブストーリーが公開された。三谷渡るは小学5年生。成績はそこそこで、テレビゲームが好きな普通の少年だった。大きな団地に住み、共に新設校に通う親友のかっちゃんがいる。町では、 建設途中のビルに幽霊が出るという噂が広がっていた。ある日、渡るは幽霊が出ると噂される幽霊ビルで養護扉に出会う。そこをくぐり抜けると渡るたちが住んでいる現世とは違う不思議な世界、ビジョンが広がっていた。数日後、夜中に目が覚めた渡るは気分転換に散歩に出かけたが、たまたま幽霊ビルで隣のクラスの優秀な転校生。 足川光が上級生、石岡に痛めつけられている現場に居合わせてしまう。助けようとした渡るも、また暴力を振るわれるが、渡るによって解放された光は魔術を使って、漆黒のバルバローネを呼び出した。そして、上級生に反撃する。最後には、バルバローネは、上級生たちを飲み込み、魂を奪ってしまった。夢としか思えないその光景が渡るの心をつかむ。 そして、ミツルは姿を消した。そんな中、渡るの父が突然、昔愛した女性と復縁すると離婚を宣言して、家を出て行ってしまう。その愛していた女性、田中リカ子のお腹にはもう子供がいた。ショックで渡るもろとも親子でガス自殺をしようとする母。ガス漏れにも気づかず眠っていた渡るを起こしてくれたのは、行方不明になっていたミツルの声だった。 運命を変えたかったら、限界へ行けというミツルの呼びかけに応じ、家族を取り戻すため、母と自分の運命を変えるために、幽霊ビルの階段の上に現れた用子扉を通って、渡るは再び限界へ。ブレイブストーリーには、ミヒャエル・エンデの代表作、果てしない物語と、数多くの共通点がある。例えば、運命の女神を限界のほとんどの人々が信仰していることは、 果てしない物語の幼子の君への一種の信仰と似ている。また、旅人の心が限界へ強い影響を及ぼすというのは、ファンタジエ園に来た人の子の考えた通りになることに似ている。書質は、学芸通信社の配信により、大部合同新聞、名古屋タイムズ、京都新聞、中国新聞、品の毎日新聞、徳島新聞、高知新聞、 北日本新聞にて連載された。地図が収録されるとをしている。フジテレビとゴンゾが共同で制作した長編劇場用アニメ。2006年7月8日より丸の内ルーブルほか全国東急系にて公開された。監督は千秋光一。制作総指揮は亀山千尋当初、配給はウォルトディズニースタジオが手掛ける予定だったが、事情により、 ワーナーブラザース映画が新たに配給系を獲得した。ワーナーブラザースジャパンにとって本作は初のアニメ映画の配給である。当作品はジブリ作品を中心にアニメ制作で実績のある日本テレビに対しフジテレビが新たにアニメ映画に乗り出したもの。声優だけでなくジブリ作品のように俳優、コメディアンもキャラクターの声に起用されている。 公開当時、フジテレビではこの作品の CM が頻繁に放映された。関係者のインタビュー記事によると制作費は約10億円で、フジテレビ制作の映画としては過去最大であるという。最終興行収入成績は約20億円。発売元は、ワーナーブラザースホームエンターテイメント。セル DVD 先着予約特典として、オリジナルステッカーを同梱。 ニンテンドー DS 用ソフトバンダイナムコゲームスより2006年7月6日発売。プレイステーション2用ソフト C より2006年7月6日発売。3本の中では最も映画の内容に近い。プレイステーションポータブル用ソフト C より2006年7月6日発売。岡本良樹、里見忠、し、安田明ららが手掛け3作の中で最も売れた。 ファミツーゴールド殿堂、ありがとうございます。